日本で生まれ育ったにもかかわらず英語がペラペラなブラザーズということで Hello, my name is Sota. I'm 13 years old and I'm in the second grade of middle school. I'm Yuta. I'm 12 years old and I'm in the sixth grade of elementary school. I'm Jotan. I'm 7 years old and I'm in the second grade and I like the chocolate. どうやってこれだけ英語話せるようになったのかちょっと教えてもらってもいいですか？Hello everyone, how you guys going? 皆さんご機嫌いかがでしょうか？今日も可能性無限大 This is Taro Sack ということで今日の動画では生まれも育ちも日本なのに英語がネイティブその兄弟に勉強法を聞いてみたというテーマでやっていきたいと思います。おいちょっと待てとね、生まれも育ちも日本なのに英語がネイティブ級ってどういうことですかって、まさにこう頭の上にこうクエスチョンマークみたいな感じなんですけども、そんな最強の兄弟がですねこの日本に本当に存在するんですよ。もし本当にそんなことができるのであれば僕も両親にそうして欲しかった。いやいいですよ、もう今全然幸せだからいいんですけど、でもね、学校定期テストなんかも目つぶってでも解けるぜみたいな、共通テストなんかも手使わなくても満点だぜみたいなね、もう普通に考えて将来有望じゃないですか。だからまあ自分はそうでなかったんだけども、でも英語話せるようになりたいから、まあ、ぜひですねその勉強法聞いてみたいとか、自分の子供に英語話せるようになってほしいからぜひその方法知りたい、そう思うお父さんお母さんこれを聞いてたくさんいると思います。ということで今日はですね、そんな日本の兄弟にインタビューできる機会をいただけましたので、これから早速何がそれを可能にしたのかしっかり皆さんに理解してもらって実践してもらえるようインタビューしていきたいと思います。僕のチャンネルでは様々なトピックに関する外国人のインタビュー動画を毎週配信してます。見るだけで頭の中がグローバル化すること間違いなし。面白いと思ってもらえた方はチャンネル登録よろしくお願いします。ということでちょっと緊張するんですけども、早速インタビュー撮っていきたいと思います。はい、ということで SYR Bros の皆さんに来ていただきました。 Yeah! Exciting! Yeah! ということで、まあ皆さんですね、日本で生まれ育ったにもかかわらず英語がペラペラなブラザーズということで、ちょっと最初英語で簡単に自己紹介してもらってもよろしいでしょうか？ Yes, of course! Hello, my name is Sota. I'm 13 years old and I'm in the second grade of middle school. I'm in the brass band. Brass band? Well, yeah. What do you do?I play the alto saxophone. Okay. I'm Yuta. I'm 12 years old and I'm in the sixth grade of elementary school. And I like collecting Lego and also taking care of my pet hamster. All right. I like Lego as well. What about you? Hello, I'm Jotan. I'm 7 years old and I'm in the second grade and I like the chocolate. You like chocolate. You like chocolate. Okay. Before we started filming, he said he liked cookie, but now chocolate. You like chocolate. Yes. We, us brothers do a YouTube channel. We have a YouTube channel where like we introduce many things about Japan, like customs, traditions, foods, all that stuff in English for people around the world. Yeah. So many people outside Japan watch your channel? Yes. And also Japanese people watch your channel as well? Yeah, Japanese people, yeah. Okay, that's good. We'll put their link in the description of this video, so please watch it later. 英語がめちゃめちゃ上手というかもうネイティブなんですけど、3人は日本語と英語はどっちが得意なの？まあもちろん日本で育ったし、日本で生まれたから日本語も普通に喋れるし、そうだよね、英語もちっちゃい頃からやってたから、英語ももちろん喋れるからけど、でもどっちが好きかって言ったら英語です、はい、英語の方が好き。どうですか？英語の方が好きです。英語の方が好き。まあ日本語は普通にできるけど、日本語と英語ってどっちの方が好きって言ったら英語が、どっちも得意だけど英語の方が好きなんだね。好き、家ではお父さんとお母さんは英語ペラペラ？違います。あ、全然？はい、え、じゃあ普通に親とは日本語で、兄弟では英語を使ってる感じ。あ、そうなんだ。じゃあもうそこは完全に分かれてるの？そこは違う。面白いな。だってハーフの家庭でもないけども、日本で生まれ育ったんだけどそういう感じになってるんだもんね、家の中が。どうやってこんなに話せるようになったのか聞いていきたいと思います。なんかなんとなく英語と日本語の時だと性格がちょっと変わるような気がする。え、面白い。え、それはどういう意味？日本語の時はどんな感じ？日本語の時はちょっと距離感を感じてしまう。本当に？尊敬語とか敬語とか使うとなんか、え、ちょっと待って、距離感が。ちょっと待って、いくつだっけ？13歳と？12歳。すごいこと言うね。いや、それ
すごいあるんだよ。海外とか行って僕もめちゃめちゃ感じてるの。日本語ってやっぱり敬語とかあるじゃない。例えば仕事とかしてるとすごい距離感とか先輩とかねあるんだけど、英語だとあんまりそういうのがないからフレンドリーな感じになるよね。例えば日本語だったらタロサックさんこんにちは、うんうんうん、で英語だったら Hey Mr. Tarosak。 確かにそうやって来てくれたもんね英語で。確かにその通りだ。で日本で生まれ育ったのにも関わらずこんなに英語がペラペラっていうのはちょっと僕本当に、まあ、謎なんですけど、どうやったのかちょっと僕当てていっていいですか。もしかしたらおじいちゃんおばあちゃんが外国の方とか。いや違います。お違う、全然普通に日本人。普通日本人。おじいちゃんは2人とも群馬出身で、うん、おばあちゃんは2人とも東京です。じゃあ僕のチャンネル見てくれてる人は英語勉強してる人多いんですけど、オンライン英会話とか今あるじゃないですか。だからなんかそのオンライン英会話とかをもう本当にちっちゃい頃から1日1時間とかやってた。全然特にやってません。特にやってない、はい、特にやってない。じゃあルパ先生の YouTube を生まれた時から見てた。生まれた時存在しないですよよくご存知で。はい、ということで多分僕もう当てられないので、どうやってこれだけ英語話せるようになったのかちょっと教えてもらってもいいですか。これは後から聞いた話なんですけど、もともと両親はあんま英語が得意じゃなくて、ほいほいほい、僕らには英語で苦労してほしくなかったから、だから結構幼い頃から英語にちょっと慣れるように、うん、家の中で英語の流して音楽とか CD、 テレビとか、テレビとか、あと本とかもあったんだ。え、それはいくつぐらいの時から。ずっと聞いてたのは0歳ぐらい、うん、もうじゃあ生まれてすぐ英語にずっと触れてる感じだ。そうです。なんかその音楽とかはどういうの聞いてたの。音楽っていうか子供用の。あ、子供用の。子供用の英語の。あ、英語のなんか音声が流れてくるような。なんか言ったらこうディズニーとかそういうのかな。そういうの。あ、じゃあなんか何見てたのその英語の。2歳ぐらいまではだいたい聞くぐらいだった、うんたかもしれないけど、 あんま特別は見てなかったかもしれない、うん、あんま理解はできない。うんうんうん。でも2歳ぐらいからはディズニーチャンネルとかディズニージュニアとか、はいはいはい、ミッキーマウスクラブハウスとか、そうなんだ、ワードワールドとかオクトノーツとか、それをもうずっと見てて。じゃあ日本の映画とかテレビ番組は見てない感じ。あんま見てない。じゃあもうちっちゃい頃本当に0歳ぐらいの時から英語で生活してたんだ、はい、そうです。なるほどね。兄弟で話す時も英語で話して親とは日本語だけど、うんうん、兄弟では英語だったからアウトプットもできる。じゃあ例えば1歳になりました、2歳になりました、覚えてるか分かんないけどその時から勉強してたみたいな感じではない。全然普通に英語を使って生きてたみたいな。日本語と日常生活の中に英語があったから、うん、日本語と同じように自然に覚えられたって。あれあれだよね、本当に物心つくまでにいつまでになんか言語を聞かせるとすっごいなんか伸びるみたいなありますよね。そういうことなのかな。多分今これ見てる人でもう早速自分のお子さんにもう英語の動画映画とかそういうの見せようって見せたいと思ってる人いると思うんですけど、なんかおすすめの映画とかテレビ番組ってありますか。映画とかだと長すぎると子どもの集中力が切れるから、うん、確かにそれよりはもうちょっと短い 2,30 分ぐらいの集中力が続くシリーズ化されてるような。あ、シリーズものね。例えばディズニーチャンネルとかのやつとか、フィニアスとファーブとか、はい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 、ビニアスとフェルブとか、ビニアスとフェルブ、あと音楽とかならリトルワインスタインズとかも、ワールドクラッツとか、ワールドクラッツ、いろいろ覚えられるし、うん、英語にも触れるから結構いいと思います。僕ねあれ好きですよ、 The Dodo っていう、知ってます The Dodo、うん、あれはインスタグラムとか YouTube とかですよね。3人とかだと YouTube とかも見たりするんじゃないですか。英語で YouTube も見ますね。YouTuber とかおすすめいます、英語の。やっぱりピューディパイ、うん、あ、ピューディパイね、世界でも相当有名な、ね、YouTuber ですよね。しかも英語自体はあんまり難しくない。あ、そう、子供向けではないけど、まあ、子供でも普通に理解できるかな。 あと他には科学実験とか面白おかしくやるマークローバーとか。マークローバー、マークローバー、これもじゃあおすすめですね、はい、みんなさ今普通の学校行ってるんだよね。普通の学校です。これだけさ英語喋れたら簡単すぎない。まあ正直小学校のは簡単です。簡単す。でも中学とかだと今まで文法とか、うんうんうん、まあ、英検とか受けてきたけど文法とかはやってなかったから何しとか、うんうん、あ、そういう風に言われるとそういう英語を英語で勉強してきたから。そっか、そうなるとまた話が変わってくるんだ。ちょっと戸惑うかもしれないけど、うん、まあでも普通についてはいける。英検は何受けたことある。英検何級なんですか。1級です。1級英検、
すごいね。アニメとかテレビ番組とか見てるだけでそこまでいけるんだね。もちろんちょっとは英検の勉強も、そう、それはそうだよね。過去問でも過去問解くぐらいしか、あんまボキャブラリーの本当は、まあ、1級は知らないけど、準1級もまあそんな感じ。え、準1級取ってんの？はい。でもさ、これだけ英語ができると、もう将来かなりチャンスがあると思うんだよ。いいね、大学とかにも行けると思うし、受験とかだって英語パスしやすいと思うしさ、もう英検取ってるわけだし。3人は将来の夢とかってもうある？医者になりたいです。医者になりたいんだ。英語とかも使って、うん、アメリカとか行って、 なるほどね、あとは世界回ったりして、あのなんか英語をツールとしてそういうのできたらいいかなって思ってます。いや、全然チャンスあると思います。英語でなんかこう将来の夢とかある？英語をどう使うかは分かんないけど、うん、使えるよ。建築家とか。建築家使える使える、はい、だってさ、日本だけじゃなくて世界で仕事できるようになるわけだから、すっごいこういろんなことができると思うし、アーキテクチャね、アーキテクチャでいい生活ができると思うよ。将来の夢教えて。警察官になりたいで。警察官になりたいんだ。英語使うかな。ちょっと You're gonna go around arresting foreigners. Stop right there. そうだね。外国人悪いことしてる人もちゃんと捕まえられるようになるね。英語喋れるから。あ、ここにいた。あ、ここにいた。Why? Why me? I'm innocent. I'm innocent. すごいね。さ、I'm innocent とかも普通に出るんだもんね。I want my lawyer. どうやって英語話せるようになったのかとか聞いてたら、僕もちょっとせっかくだからこの機会やっぱりもっと3人と英語を話したくなったので、最後の方の質問になるんですけど、もうここから英語で聞かせてもらってもいいかな。大丈夫。Yeah, let's do this. Let's do it. Okay. So I think there are many parents and people for willing to be able to speak English in my viewers. Do you have any advice for those people who want to be able to speak English, who want their kids to be able to speak English? Okay, so the most important thing is start young. Start young?Yeah, so just start now. Mm. The thing is that after a certain age, people like shut out all the other languages except their language from their country. Yep. So if you're learning, like for example, Japanese and English from a really young age, mm. your brain would think both of those two are your country's language. And yeah. it would naturally get in your head. Oh, and I see. So after you've like, you know, got it into your head, mm-hmm. then it's a bit easier.To like, you know, go beyond that. Yeah, right. And that worked for you guys. Yeah. Yeah, I guess. Yeah. But I think like, thinking that English is fun、mm-hmm. is the most important thing because that's right. That's like, really important. If you think it's like really boring and stuff like that, you can't like learn something that you think is negative. So think.Positive things when you're doing English. Exactly. I really agree with you because when I'm, you know, when I used to study in school, like mathematics or, you know, the physics or whatever, it doesn't stay in my head. But when I play, like I used to play Winning Eleven, which is like a soccer game. Once I play the game, all the players' name stayed in my head. Like just...10 minutes I played and everyone's name stayed in my head. So enjoy what you're doing and this is important. Yeah, that really yeah. is. Are you enjoying speaking English? Yes. Yes. Are you enjoying listening to English as well? Yes. Okay. And also, you can't output without input. You have to stuff learn like- a lot of like words and stuff like that、mm. and input. And after like a certain amount of time, you can output, like talk to some friends or stuff yeah. like that. Yeah, first you need the vocabulary. If you don't havethe basic vocabulary, the base, you won't be able to go and output. Beyond that. Yeah. Okay. 今聞いてて思ったんだけど、いつもそのボキャブラリーっていうのすごく難しいんですよ。教えてもらっていいですか？ Vocabulary.Vocabulary. 最後なんだけども、僕、まあ、今英語喋ったし、僕のチャンネルもあのいくつか動画見てくれたっていう風に言ってくれたんだけども、僕の英語ってどう思います？大丈夫？めっちゃすごいです。あ、本当ですか？本当にすごいです、はい、もう先生になってもいいと思います。先生になってもいいっていうか、うん、普通にネイティブとネイティブレベル。あ、本当に？じゃあ全然おかしくない？はい。なんかボキャブラリーだけじゃなくて話す感じとかが、うんうんうん、あの自然イディオムとか。あ、なるほど。なんか自然な表現を使ってるっていうこと。スラングとか。ああそういうの。だけど僕たちの英語とは少し違うと、まあ、確かに視聴者とかからするとちょっと違うなって感じたかもしれないけど、うんうん、それは僕らはアメリカ英語で、ああ見てるものがアメリカの。太郎さんはイギリス英語とかオーストラリア英語、うんうん、混ざってるよね。ちょっとね混ざってると思います。ツイッターって英語で言ってみてください。え、ツイッター？ツイッター。ツイッター。アメリカではTwitter。 ああ、Twitter、なるほどね。これが例えば僕が思うに、前ルパ先生とかもやってたけど、うんうんうん、イギリスだと Twitter ってなって、オーストラリアだと Twitter。 あ、 Twitter。 そのアメリカだったら水も Water、
だよね。だけどそれがなんかこう、ウォーターみたいな。ウォーター。ちょっとそのイギリスっぽくなる感じ、やっぱりオーストラリアにあるのかな。え、でも、ちょっと鉛があったり、違う音な感じはするけど、全然おかしくない感じ。全然おかしくないです。先生、ありがとうございます。ということで、まあ今日本当に皆さんの話聞いて、もう今すぐね、お子さんに英語のコンテンツ見せようとか、小さい頃から音楽聴かせようって思ってる人、たくさんいると思います。ぜひね、実行してほしいと思います。みんな、今日は難しい質問で、大変緊張したと思うんだけども、いろいろ教えてくれてありがとうございました。ありがとうございました。はい。SYR Bros の動画にも私出させていただくということで、よろしいのでしょうか。そちらのコラボ動画のリンクですね、概要欄に貼ってありますので、皆さんそちらもぜひ見てください。ということで、Guys, thank you very much. Thanks so much. Bye bye. Bye guys. Bye.はい、ということでですね、ここまで英語力マックスのね、日本の兄弟にインタビューさせていただいたんですけども、正直ちょっと言っていいですか、超若手へのインタビュー今回初めてでした。めちゃめちゃ緊張したんですけども、それでも3人がね、すごくためになる話をいろいろ聞かせてくれて、僕もすごく勉強になりましたね。物心つく前から英語の環境を作ってあげるって本当に重要なんですね。子供が好きそうな動画を小さい頃から英語で見せてあげたりとか、それだけでもだいぶ違うと思うので、ぜひ子供にね、英語話せるようになってもらいたいなと思っている親御さん、それから未来の親御さん、シンプルに自分英語話せるようになりたいっていう風にね思っている人にとってもかなり有益な動画になったんじゃないかなと思います。いや、でも13歳で英検1級でしょ、すごいよ。ここで私から英語が話せるようになりたいと思う皆さんに大事なお知らせがあります。こちら10万人以上の方が登録してくれている僕の公式 LINE では、来てくれた方全員にですね、英語が話せるようになるためにとっても役立つ6つの特典を無料でプレゼントさせていただいております。旅行、観光、買い物、恋愛、日常、ビジネスなど、これ見やすいよ、シーンごとに分けた場面フレーズ集190選、11,500文字、135個のフレーズを収録したこちらの電子書籍、超品質英会話表現集、たったの20分間で英語の動詞が完全に理解できます。超有益、絶対に知らなければいけない英語の動詞についての解説、英語力ゼロからペラペラへの道のりを3万字でどこよりも分かりやすくしっかり説明したこちらの電子書籍、たださっくりよ、180日で英会話ゼロから100への道のり、たびたびコミュ力お化けと言われる僕の対人コミュニケーションで意識している超重要ポイント60スライドに完全収録、タロサック流コミュ力爆上げ法最強の10選、そして効果抜群今すぐ使えるタロサック監修、こちら朝昼夜1日を通して使える独り言英会話100フレーズ、こちらの合計6つの特典を来てくれた方全員にプレゼントさせていただいております。これらの特典が受け取りたいという方は、この動画の概要欄に僕の公式 LINE のですねリンクがありますので、そちらから友達追加してください。日本で生まれ育って英語がネイティブになるなんて無理だって、そんなできるわけないじゃんって思ってたんだけど、これ意外と可能なんだなってね。もう自分が英語話せるようになりたいのはもちろんのこと、でもやっぱり自分の子供に英語話せるようになってほしいから、ぜひ今日からでもこの彼らが言ってた方法取り入れてみようって、取り入れてみようって、この動画を作ったことで今後どんどん自分の子供に英語環境を提供してあげる親御さんが増えて、日本の未来が本当にもっともっとグローバル化しちゃうなんてことが実際に起こっちゃう。あれば SYR Bros You're the legend。 最後まで見てくれた皆さんありがとうございます。面白いと思ってもらった方はチャンネル登録忘れずに、高評価も忘れずに、また次の動画でお会いしましょう。